被弾指数について、100がだいたい中央値である。平均値とは違うが、100が中央値である。70から130の間、この中に 95% が入っている。95% といえば、100人に95人、これが70から130度の間に入っているから、普通の人は70から130の間と考えてよい。そして中央値が100である。130以上の人と70以下の人は 5% しかない。130以上の人は優秀と言える。70以下の人は劣等と言える。劣っている非常にと言える。だいたい50から70の人を軽度知的障害という。35から50の間を中度知的障害という。20から35の人を重度知的障害という。20未満は最重度知的障害という。130以上と70以下、これだけで 5%。 そういうことで、自分の知能指数取得必要がある。なかなか自分の知能指数まで知っている人は少ない。医者と言われているような人でも、まあ120、130である。経営者としている社長やああいうな連中も120、130である。平均がな。まあ正確にはIQ は特別の医者が診断することになる。 IQ なんぼかいうテストをすることになるが、だいたい外部からそれなりの人が見ると、誰が見ても分かるわけではないが、それなりの人が見ると IQ がどのぐらいであるかが大まかに分かる。大まかに分かる。医者の精密検査を受けたら、
正確に分かる。私の意見であるが、IQ は努力することによって、勉強することによって、上がってくる。年取っても上がってくる。何もせなかったら年齢とともに落ちてくる。努力しなかったら年齢とともに落ちてくるが、努力すれば逆に伸びるというのは私の持論である。まあ皆さんも一回自分の IQ について考えよう。医者と相談すれば精神神経科などで測ってくれる。医者が必要と認めれば保険が効く。保険が効いて測ってもらえる。ただ医者が必要と認めるかどうかは知らん。